西サハラの歴史は、紀元前5世紀のカルタ語の冒険者であった、航海者反応の時代まで遡ることができる。それ以前にも、わずかに歴史的記録は見られるものの、西サハラにおける近代的な意味での歴史のルーツは、ベルベル人部族の支配下にあった、いくつかの遊牧民にあり、イスラム教とアラビア語の導入は8世紀からである。西サハラ地域は、現代の言葉でいう意味の、 国家を形成した経験がない。古代にはフェニキア人が植民をしていたが、彼らは姿を消し痕跡もほとんど残っていない。イスラム教は8世紀にこの地域に達したが、砂漠化に悩まされていた。この地域ではほとんど発展せずにいた。1884年にスペインはボハドール岬からブラン岬までの海岸を保護領と主張し、この領域は後に拡張された。 1958年にスペインはそれまで別個であった地区を統合してスペイン領サハラとした。1975年の国際司法裁判所による西サハラの地位についての勧告では一部の部族がモロッコとの歴史的なつながりを持っているが、それは西サハラとモロッコの間に領土主権のつながりをもたらすには足らないとみなしていた。 この1975年の11月、非武装のモロッコ人30万人がタルファイアに集結し、国王破産2世の合図を待って、西サハラへ侵入し、緑の行進が始まった。最終的に、スペインは1975年11月14日に、西サハラを手放し、スペイン人の遺体を墓から掘り出しさえもした。 モロッコは1976年に実際に西サハラの北部に3を併合し、モロッコと同様に西サハラの領有権を主張していた、モーリタニアの撤退後、1979年に残りの部分を併合した。1976年2月27日、ポリサリオ戦線は、 サハラアラブ民主共和国建国を正式に宣言して、アルジェリアに亡命政権を樹立し、モロッコに対してゲリラ戦を開始した。この西サハラ紛争は1991年の停戦まで続いた。この停戦の合意の一部として、独立か、モロッコへの併合かを選択する、住民投票が固有の住民の間で行われることになったものの、 有権者の数が正確に把握できないため、未だ実施されていない。11世紀から19世紀にかけ、西サハラは、ブラックアフリカと、北アフリカの間にあった。11世紀に、サンハジャ部族連合は、ラムツナ部族と同盟し、ムアヒド町を建てた。ムアヒド町の征服範囲は大モロッコと呼ばれる、マグリブの一部を含む、現在のモロッコの大部分とトレムセン、北は、 イベリア半島、南は、マリー帝国、ガーナ王国まで達していた。16世紀に、モロッコに成立したサード朝は1591年に、ニジェール川を基盤としてた損害帝国を征服した。あと、西サハラは、マリのトンブクトゥとモロッコのマラケシュの間のキャラバン隊の戦略的交通路となり、サハラ交易が活発となった。17世紀と18世紀には、 奴隷貿易が一般的となった。西サハラ地域は19世紀末の列強によるアフリカ分割についてのベルリン会議にてスペインに与えられたことにより、1884年にスペインの植民地となった。その結果、西サハラはスペイン領サハラと呼ばれることとなった。1975年11月6日、モロッコは緑の更新を組織した。これは、 非武装民間人35万人がモロッコ全土から後に南部諸州と呼ばれるようになった地域へ移動するという大規模デモである。その数日前にモロッコ王立軍は北西より侵略を行っていた。この結果、スペインはモロッコとモーリタニアと共にマドリード協定に調印しこの地域を放棄した。西サハラにはモロッコと ポリサリオ戦線との間の係争地域が1975年より残っている。モロッコは歴史的なつながりに基づく統治権を要求し、一方ポリサリオ戦線は脱植民地化と国家の独立を求めている。この係争はマンハセット交渉によって解決を保留している。西サハラには主にアラビア語、ハッサニア方言を話すサハラウィー人に加えて、 シルハ語を話す北部の少数民族がいる。フェニキアカルタ語人植民地が、紀元前5世紀に公開者反応によって設立、もしくは強化されたが、実際の痕跡は消えてしまった。乾燥移行期の間のサハラの砂漠化により、3世紀からのラクダの導入前は、外の世界との接触はとても困難であった。ラクダはもっぱらに運に使われ、人々は、 ラクダの横を歩いていた。また、ラクダの肉と乳皮は重要であった。千年から千五百年の間には、馬が戦争に使用された。八世紀に、イスラム教が伝来する以前は、平野に住む、遊牧民、渓谷やオアシス、アウダガスト、ティシット、ウアラタ、テガーザ、トンブクトゥ、アラル、アズキ、タンダルトの住民と共に、ベルベル人が、サハラ西部に住んでいた。 アラブからの入植者によって持ち込まれたイスラム教の信仰は瞬く間に広がった。ベルベル人は徐々にサハラの交易ルートを開発していった。キャラバンは塩、金、奴隷を北アフリカと西アフリカの間で運んでおり、交易ルートの支配については様々な部族間の権力闘争の中で大きな割合を占めるようになった。 西サハラのベルベル人たちは宗教的指導者によって互いに結束し時々自らの王朝を立てた。これはモロッコの村人町とアルアンダルス、また17世紀のナシルアルディンのジハード、18世紀のクンタのカディール運動などがこれにあたる。サハラ西部の村人町の動きが社会の完全な変化の始まりであった。この過程の重要な役割は ザーウィアによって行われた。イスラム学者による指導のもとのイスラム教育の中心として、背が新しい人々の中心となった。彼らが古い指導集団から離れ、コーランに従ってザーウィアを形成したとき、多くの部族の中で我々は分裂を見る。これらの新しく形成された集団は、伝統的な軍事集団から自らを分離した。それまで、 母系の系譜は重要であったので、彼らは、イスラムの預言者ムハンマドからの自分の家系を示そうと、し、父系の祖先の重要性を強調した。彼らは、戦いの理想より、精神的な理想を高く置き、宗教的な影響を軍事的な圧力より選んでいる。彼らは施しを与え、必要とする人に牛を貸すのに賛成しており、略奪や搾取には、 強行に反対しており、牛の略奪と無規則な課税を違法にすると明言していた。また、非宗教的な戦争に反対していたが、軍事的な攻撃から守るには十分なほど強かった。これらのザーウィア部族は、宗教と法律教育の専門家、また、教師の集団となった。トンブクトにおける奴隷取引の契約書、村人長等地下にて、 職業戦士たちはジハードをムジャーヒディーンとして戦った。ザーウィアで団結した人々と同じように、ムジャーヒディーンは職業に基づく集団を形成し始める。これはマックル、アラブ部族の到来によって加速した。13世紀と14世紀の間にアラブ部族はフェザーン、イフリーキア、トレムセン、ヤベルサグロ、サギア、 エル・ハムラなどへの入植を行うため、サハラの北縁に沿って西へと移住をしていた。マックル・アラブ人が、サハラ西部に到達した時、ムジャー・ヒディーンは、アラビア化する傾向にあった。ザビア部族は、ベルベル人の特徴を保持し続ける一方、選手たちはできる限りアラブ化しようと試み、部族の祖先の系譜を構築しようと、マックルのメンバーに接触し、部族をアラブ化した。 このような例としては、ニアシグは、ウレッドリサグとなった、ということが挙げられるだろう。しかし、自身をアラブと呼ぶ権利は、いくつかの部族に、制限されており、可能な部族、バヌ・ハサン部族もしくは簡単にハサン、は次の世紀にわたっても、選手階級として機能している。アラブ化した、ベルベル人は、サハラのオアシス居住地を支配し、サハラの奴隷貿易において、 重要な役目を担っていた。彼らはすでに土地を通過する者に重い税を課す一方、護衛と、ラクダ、物資を供給している。サハラ公益が増加した時、奴隷倉庫とキャラバンの中継となる安全な、停留場ともに、出発、到着施設を作ったこれらの施設では、サハライナンの地域から、エジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコへの通行を監督していた。 また、トンブクトゥは四つのルートの結節点となっており、またウアダン、イジリ、アゾーグイ、アラオワネ、タウデニ、アトニティンドゥフなどは重要な対象の停泊地となっていた。同じ時に、西サハラに止められていた奴隷の数が急激に増加している。マックル部族は時々、ベルベル人たちと結婚を行った。この地域のアラボ、ベルベルピープルは、 サハラウィー人として知られている。現在において、バヌ、ハサン部族について述べるときに使われる多少は稀に、ムアーズとなる。アラビア語の方言である、ハッサニーア語は、西サハラとモーリタニアにおいて、支配的な母語となった。ベルベル人の語彙と文化的特徴は、サハラウィー共通のものとなったにもかかわらず、今日も多くのサハラウィーは、アラブの系譜を主張している。 1147年に村人町が崩壊した後、新しい王朝がサハラ西部において保守的な政権を保持し続けた。しかしそれはスルターンの権威に大きく依存していた。サハラ西部でモロッコの主権が完全となったのはサード町が権力を握った時のみであった。サード町はポルトガルの入植者たちをボハドール岬とブラン岬から追い出し、 1591年には、サハラ越えの遠征を行って、トンディビの戦いで、損害帝国を滅ぼすと、モロッコの国境は、セネガル川南西とニジェール川南東まで拡大された。サード朝の後次の、1659年に権力を掌握したアラウィー朝が、新たに、モロッコに誕生し、19世紀にゆっくりと、中央政府の崩壊があったが、 現在の西サハラ問題においてもモロッコによる統治に影響を与え続けている。第一次世界大戦直前のアフリカ分割における各国の主張。スペイン領サハラはオレンジ色に塗られている。19世紀後半にヨーロッパ列強諸国はアフリカに足がかりを作ろうとした。フランスはチュニジアを占拠し、イギリスはオスマン帝国領エジプト、イタリアは エリトリアの一部の所有権を一方ドイツは東湖、カメルーン、南アフリカを保護下に置くと宣言した。ドイツの侵略に際して14の国が1884年から1885年にアフリカ分割に関してベルリン会議を行った。この時にはまだアフリカの80%が在来のアフリカ人支配下であった。会議の結果 幾何学的で戦王的な国境線が引かれた。西サハラはヨーロッパの支配を退けるための発散一世の試みにもかかわらずスペインの支配下となった。南東のテュワットはフランス領アルジェリアへ編入された。1904年にマルエーネーンが植民地支配に反対するジハードを唱えたが、モロッコのスルターン、アブダロジーズにこれを抑える力はすでになく。 同年、英仏教商によって、モロッコに関する権益をフランスが獲得した。翌1905年に第一次モロッコ事件が勃発し、1906年にアルヘシラス会議が開催され、モロッコは事実上フランスの勢力圏となった。マール・エーネーンは、この結果を知ると、アブダロジーズに裏切られたと考えた。1907年に反フランスの首領であり、 スルターン・アブダロジーズの弟でもあるアブダル・ハフィードを支持した。その結果、モロッコからの武器の流れが減少した。アンリグロを率いるフランス軍は、フランス領スーダンへ進軍し、1908年から1909年に、マール・エーネーンは、ティーズ・ニートへ退却して、アブダル・ハフィードと共に戦いスルターン・アブダロジーズの敗位を目標とし、それに成功した。この頃、 マル・エーネーンは、ティーズ・ニートで自身をマフディであると宣伝した。1910年に、モロッコの時代、スルターンに即位した、アブダル・ハフィードが、ヨーロッパの圧力で弱体化すると、モロッコは無政府状態に陥った。マル・エーネーンは、モロッコが、欧州の手に落ちるのを見て取ると、ジハードをティーズ・ニートの北に広げてアブダル・ハフィードも、廃位することを決断した。 6月23日、マルエーネーンは、フランス軍のモイニーア将軍に敗れ、同年10月23日に、ティーズニートで死亡した。1911年に、ベルベル人が反乱を起こし、フランスがこれを鎮圧したが、ドイツが自国民保護を理由に、アガディールに、パンター号を派遣し、第2次モロッコ事件が勃発した。フランスは、イギリスの協力を得て、 ドイツは撤退した。1912年3月30日、モロッコのスルターン・アブダル・ハフィードは圧力に屈し、フェス条約により、自らスペインとフランスの保護領となった。上述のように、近代の民族は、マリア・ニジェールに移住した、諸部族を含む、サハラ砂漠の生誕に住むアラブ化した、ベルベル人である。 サハラのほとんどの人々のように、これらの部族は、複雑な伝統を反映し、ベルベル人、アラブ人、その他の影響と組み合わされ、ネグロイドの民族的、文化的特徴を有している。植民地時代以前において、サハラ砂漠の部族の領域は、モロッコ国王、アルジェリアのデーのような北アフリカにおける確立された、イスラム教の様子から、外して、 ブレッド S シバもしくは相違の大陸と考えられていた。植民地時代以前のマリ帝国と損害帝国のイスラムの政権は、領地において同様の関係を持っていたようだ。これらは自制心にかける略奪者集団の本拠であると、同時にサハラ公益の主要なルートであった。ハッサニアの諸部族は政治的支持を得るため、もしくは神聖な儀式として、 近隣の支配者に忠誠を述べたが、中央政府は領地に対してわずかな影響力しか持たなかった。スペイン植民地時代のサハラウィー人の文化、民族史上裁量の言及すべき成果は、スペインの人類学者、フリオカロバロ派の業績にある。彼は1952年から1953年にかけて、スペイン領サハラである程度の期間を現地部族と共に、 過ごしていた。1956年に、モロッコがフランスから主権を獲得し、独立を達成すると、新たに独立したモロッコ王国は、スペイン領サハラの領有権に関する主張を再開した。1957年のイフニー戦争で、モロッコ解放軍は、シディーフニーを占領した。スペインは、カナリア諸島から、落下部隊を投入して、シディーフニーを奪還。 この時、多くの部族がモロッコに亡命することになった。同年、スペインは、サギア、エル・ハムラ・トリオデオローを、スペイン領サハラ州として統合した。それまで、スペイン領であったタルファヤとタンタンに関してはモロッコへ、活上することになった。1970年6月17日、アイウンのゼムラ地区でハラカとタハリールが、反植民地デモを行った。 これをスペインが弾圧した事件は、ゼムラ放棄と呼ばれている。この事件を契機に、反植民地運動は、武力闘争の性格を帯び、1973年には、ポリサリオ戦線が結成された。1973年から、スペインの入植者たちは、ポリサリオ戦線の武装したゲリラへの地方住民の、統制を次第に失っていった。続いて、 スペイン人は植民地支配を支えるために、スペインに忠実なサハラウィー人政治団体を作ることを試み、極端な民族主義者を引き抜こうとしたが失敗した。スペインの指導者、フランシスコ・フランコ総統の健康状態が悪化すると、マドリード政府は混乱に陥り、サハラ紛争の解決策を求めた。 スペインの隣国ポルトガルのエスタドノボ権威主義体制が国際的に不評だったポルトガルの植民地戦争の末に1974年のカーネーション革命によって崩壊したことを受け撤退の決定を急いだものと思われる1975年後半スペインは権力以上の技術について協議するためにポリサリオ戦線の指導者エルワリと会談した しかし同時にモロッコとモーリタニアはフランコ政権に圧力をかけ始めていた。両国境にスペイン領サハラは自らの領土の歴史的な一部を形成していると主張していたのである。モロッコが国際司法裁判所に対して要求の適法性への意見を求めると国際連合は介入をはじめ住民の希望を調査するため訪問ミッションを行った。 このミッションは10月15日に報告を開始、独立への賛成世論に圧倒されたと発表した。シメオンエイクに率いられた、このミッションでは、ポリサリオ戦線がこの地域における主要な、サハラウィー人政府だと思えるとしている。ポリサリオ戦線は主要な諸部族と、かつて、 スペインを支持していたジャマへの長老たちからの支持を10月12日のアインベンティリ会談で確実にしたことで、より多くの外交的な成果を達成した。10月16日、ICJ は氷決を届けた。これは、モロッコとモーリタニアの政府を老狽させ、法廷は明確な多数で両国のスペイン領サハラに対する歴史的なつながりは領有権を与えるものではない。 としていた。その上、法廷は、無主地の概念を地域に適用しないと発表した。土地の申請の所有者である、サハラウィー人は、民族自決権を有していると発表した。言い換えれば、適法な地位を手に入れるために、状況の解決への、どんな手段も、サハラウィー住民の明示的な承認を受ける必要があるということである。モロッコもモーリタニアもこれを受け入れず、 1975年10月31日、モロッコはポリサリオ戦線の陣地を攻撃するため西サハラへ軍を送った。西サハラの旧宗主国であるスペインとモロッコの間の公式な国交は継続されていたものの、モロッコは二国間協議を要求していた。1975年11月6日、モロッコは西サハラへと緑の行進を始めた。 およそ35万人の非武装のモロッコ人が、モロッコ南部のタルファヤに集結し、西サハラに侵入する、ハサ2世の合図を待った。結果として、スペインは、モロッコの要求に従い、二国間協議の場に着いた。これによって、リンとスペインの採掘情報の見返りに、地域をモロッコとモーリタニアの間で分割するという、マドリード協定が結ばれた。スペインとモロッコは、 サハラウィー人住民と協議をしておらず、ポリサリオ戦線は強硬にこの条約に反対した。アフリカにおける東西冷戦の支持陣営。モロッコは西側諸国に、ポリサリオ戦線は東側諸国に支持されていた。1990年代以前のこの地域における開発機会は東西冷戦の影響を強く受けている。アルジェリア、リビア、マリは、 東側諸国についていた。モロッコはこの地域で唯一、西側諸国についた国である。アルジェリアは、1960年代後半から70年代前半に形成されたスプリット、ヤングスの分離である、サハラ解放運動に援助を送った。サハラウィー人の大多数はその愛国的な行動を支持し、後にポリサリオと呼ばれる運動に加わった。 また、ふらつきの際には弱まった方針から判断し、徐々に自治と中央政府との意見の相違を強めた。1975年11月14日、スペインとモロッコ、モーリタニアはマドリード協定に調印し、スペイン軍の撤退の予定が組まれ、西サハラにおけるスペインの支配は終了した。これらの協定はべての国際基準に準拠して、 3カ国間で結ばれた。これらの協定の中で、モロッコは西サハラの北側に3を併合し、モーリタニアには南側1、3が与えられることとなった。ポリサリオ戦線は自らの政府、サハラアラブ民主共和国を樹立し、軍事部門のサハラ人民解放軍と共にゲリラ活動を開始した。 1976年2月26日、アイウンでの式典で、モロッコに行政権が移譲され、この地域における、スペイン植民地支配は終わった。翌日、ポリサリオ戦線は、ビエラフルにおいて、サハラアラブ民主共和国を、亡命政府として公表した。続いてモーリタニアは、リオでオロー・タイアゼアルガービジャとして改名したが、支配を維持できないことを示していた。 ポリサリオ戦線は弱体なモーリタニア軍を主な標的とし、モーリタニアの首都ヌアクショットを攻撃し、モーリタニアは国内の不安に屈した。モーリタニアの支配的なムア人住民の中に多数存在したサハラウィーナショナリストがモーリタニア政府の立場をより不安定にし、数千人のモーリタニアのサハラウィー人がポリサリオ戦線に寝返った。 1978年に、モーリタニア軍はクーデターで、モーリタニア政府の統制を握り、モーリタニアが無条件で、西サハラから撤退することを前提に、ポリサリオ戦線は停戦を宣言した。この協定により、1979年に、モーリタニアの新しい支配者は、西サハラへの領土主張を取り下げ、サダーを支持することに同意した。 しかし、モーリタニアの撤退後、モロッコは地域の残りを支配下に置き、戦争は続くこととなった。1980年代を通じて、モロッコによる砂の壁の建設を通して、戦いは硬直した。散発的な戦闘が続けられ、全当事者にとって問題は徐々に容認できないものとなった。現在の西サハラの地図、西部のモロッコ実行支配地と、 東部のポリサリオ戦線支配地が砂の壁によって分断されている。1991年にモロッコとポリサリオ戦線は国際連合の解決計画が提示した停戦に合意した。さらにこの計画の詳細は1997年のヒューストン合意で具体化され、西サハラの地位はサハラウイ人住民による独立、もしくはモロッコとの統合を決定する。 住民投票へのモロッコの合意次第となった。計画は彼らの民族受決運動を決定する、投票を意図し、これによって、西サハラの脱植民地化の過程を完了しようとしている。国連は停戦と投票への協定を監視するため、PKO とミネルスを派遣した。はじめは1992年に計画されていたが、有権者数について揉めているため、 住民投票は未まだ行われていない。二度目の国連の解決への試みは、ジェームズ・ベイカーによる2003年のベイカー計画2であったが、ポリサリオ戦線には受け入れられたものの、モロッコは即座に反対した。モロッコは、このような国連調停は不要だと宣言し、投票を実施するという合意を破ったのである。 モロッコの解決計画と2003年のベーカー計画からの脱退は政治的協議なしに PKO を残した。これはさらなる戦争再開の可能性を増大させた。一方では1990年代の間にモロッコでの政治生活の前身的な自由化が遅まきながら西サハラに2000年頃に達した。この政治的矛盾は モロッコ支配に対するデモを始めた。その後のサハラウィー人に対する取締りや逮捕は、モロッコ支配へのメディアの注目を集め、サハラウィー人ナショナリストは後期を獲得した。2005年5月のデモの波から、ポリサリオ戦線支持者から、独立インティファーダと呼ばれる放棄が発生した。これらのデモは翌年まで続いた。また、紛争への新たな関心を生み出した。 ポリサリオ戦線は国際的な介入を要求したが弾圧のエスカレートが続けば無意には過ごさないと発表した。アルジェリアは民族自決の単純な擁護者だと主張している。実際、西サハラ紛争におけるアルジェリアによる投資努力は絶大なものがあった。国連はモロッコとポリサリオ戦線を紛争における唯一の当事者と考えている。 サハラウィー人の難民キャンプはアルジェリアにあり、アルジェリアはポリサリオ戦線に30年間資金を供給している。緑の格子にへ反応して、アルジェリアは1万人のモロッコ人市民の財産を収容し、国外へ追放することを決定した。国連は紛争の主要な関係者は、モロッコとポリサリオ戦線と公式には考えているものの、以前の国連事務総長、 コフィーアナンはアルジェリアを利害関係者と見てアルジェリアを勧誘した。シコフィーアナンの特使の援助のもと議論と交渉の関係者として携わること。公共放送サービスのインタビューの中で2004年8月国連事務総長の西サハラに対する以前の個人特使であったジェームズ・ベイカーはモロッコとアルジェリアを紛争の2つの主要な参加者と確認している。 いくつかの第三者機関はモロッコとアルジェリアを共に紛争の解決策を探すために直接交渉するように言っている。アルジェリアとモロッコは互いに反政府勢力を支援しているとして長年緊張関係にあるが2021年になりアルジェリアはカビリー地方の独立運動やアルジェリア国内の山火事にモロッコが関与していると主張し緊張関係が 高まった。2021年8月24日、アルジェリアはモロッコとの国交断絶を宣言した。その他、ありがとうございます。